2月13日木曜日、時計の針は夕方6時になりました。今日も夕刊 TV スタートです。メインキャスターの金城玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は昨日よりも少し気温が上がり、なんとなくポカポカ陽気となりました。しかし車の中では暑くてエアコンをかけた方も多かったのではないでしょうか。さあ、そんな4月の13日早速夕刊 TV スタートです。さあ、それでは最初に参りましょう。今日の一番ニュース、今日の話題です。村長、ユンタンじゃ出番ですよ。さあ、毎月一度、読谷村長、石峰伝説村長、ユンタンじゃ出番に、出番ですようにご出演いただいているんですが、さあ今回もご出演いただきました。さあ、その村長のお声を直接1時間ラジオとユーストリームでお届けしているんですが、聞き逃した皆さんのためにお届けいたします。 VTR スタート。はいさい、ぐすうよ、ちゅうがなびら、読谷村長の石峰です。読谷漁協、はい、都内のですね、漁港水産物展示即売等施設落成式ということでですね、はい、これも今までろう休暇してました、あの、ね、セリ市場があるですね、荷さばき所と、今隣に直売店ですね、そして海市食堂というのが3つをですね、あの1階2階3階建てにしてですね、やっていくということで、はい、まあ、あの新しく荷さばき所ができますし、直売店もね、刺身もおるし、また、上の方ではレストランで、ね、サンセットのメールレストランで、海市食堂ということで、これまでもね、はい、あの新鮮な海産物のレストランということで、ね、あの好評でしたけど、うん、これからも、ますます、ね、ね、やっていくということですね。この界隈地域振興センターが、うん、あの立ってからですね、うん、まあ、いろんなにぎわいができてね、はい、いつでした、昨日、あ、金曜日か、金曜日にお隣の八連さんが、そうですね、メイン八連さんがね、もうオープンしまして、まだ本当にもうこの振興センターが初めてですね、人が並びました、1階まで。おー、すごいね。そういうことか。ラーメン食べるのに1時間並んだって言ってました、お客さん。もうすごかったですよ。とにかく、まあ、お客さんを持っているね、八連さんですから、うん、ある意味また八連さんのお客さんがそのお隣のあの数字は、はいはい、あちらの方にもたくさん来られて、ね、向こうもホクホクが、まあ、飲食店もね、あの相乗効果ですよね。あ、そうですね、うん、まあ、そういう意味ではこの振興センターももう1年ということで、うん、私たちもそうなんですけど、なんとか、まあ、1年頑張ってこられました、ね、ありがとうございました。はいはい、いやいや、毎回ね、うん、毎月この放送に来る時もどんどん、ね、はい、人材も増えて、ね、はい、お客様でもう必死なんですけどね、うん、仕事をこなすのと給料払うのとっていう感じで本音が出たりしますが、23日から4月の1日まで、日曜日まで読みたんで、キャンプ張ってたあの桜セブンスですね、女子ラグビー7人制の日本代表が、うん、その足で4月の1日からですね、はい、それま、香港に、うん、あの渡って、はい、そしてそこで、彼女たち頑張ってですね、うん、あの2シーズンぶりにティア1という、まあ、簡単に言ったら、世界のリーグの一部リーグにですね、はい、復活したということで、すごいな。次のシーズンからですね、2017-18、うん、シーズンはですね、はい、ティア1という世界のトップ12の中でですね、ずっと、世界を転戦していくということでですね、なるほど、まあ、これで、まあ、もまれて2020年のね、うん、東京オリンピックに向けても、うん、もう毎年が世界とのあれになったらですね、すごい、このままずっと続いてですね、あの、うん、ティア1で勝ち残っていただきたいと思いますね。さて、もう今月もまた ね、4月ゴールデンウィーク目の前ですけど、はい、村長、はい、あのゴールデンウィーク直前のね、うん、あれでよくあの言われてるのが、さっきの残波岬駅伝、ね、はい、あれも4月30日あります。朝ありますし、はい、28金土日、うん、朝太鼓のゴルフ大会ね、これも、ありますね、残波ゴルフであります、はいはいはい、まあ、これもたくさんの皆さんですね、うん、そうです、ご参加いただきたいと思います、うん、あと FM 読谷のね、はい、ビーチ映画祭、ありがとうございます、第7回ということでね、はい、私もこれ29日のゴルフ、あの太鼓のゴルフ、うん、始球式からそのままプレーしてですね、はい、この辺はもうちょっと残波にすぐ、はい、ホテルの方にお願いしてありました、大浴場貸してくれって
なるほど。ありがとうございます。一風呂浴びてからですね。いや嬉しい。はい、ぜひ日映画祭に行くということで、うん、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。今年も盛り上がりますからね。はい。週末は充実しすぎですね。ありがとうございます。さあ村長、なんと、新日映画祭に行くよということで、ね、皆さん番組の中で紹介してくださいました。さあ村長も毎年参加してくださっております第7回新日映画祭、また後ほど皆さんにご紹介いたします。さあ今日ご紹介しましたのは村長出番ですよでした。ゆうかん TV、新報先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りいたします。さあ明日の地方面紹介していきます。春の野山から果実の贈り物、渡嘉敷島の話題をご紹介いたします。渡嘉敷島の野生に、野生する春の野山の贈り物、山桃、そして琉球バラいちごなどが例年より半月ほど遅く熟し始めたと記事が書かれています。3月から4月の収穫シーズンを迎え、住民や観光客が果実狩りを楽しむ光景が見られているそうです。またそしてそんな中、ツツジ科のギーマ、この花も満開となり、下向きの白い可憐な花が咲いて見頃を現在迎えているそうです。さあ渡嘉敷島ね、最近は本部、それから名護の方がね、いろんな花が咲き乱れているというお話を皆さんにはよくこの琉球新報の先読みでお届けしているんですけれども、まあ渡嘉敷島、島ならではの桃も、たくさんあるようなんです。山桃、山むむって言うんですね。初めてね、方言で山桃が山むむってそういう風に言うのをね初めて聞きました。またね、よく野いちごとありますけれどもね、これが琉球バラいちごという名前で、またねこの野いちごの種類、もしかして、この沖縄独特の種類があるのかもしれません。またぜひ観光客の皆さんも地元の方も、この地域ならではの、こういった、収穫、こういったものをねぜひ皆さん目に留めてみていただいて、写真などに収めてちょっと調べてみるのも面白いかもしれませんね。さあ今日はこの後読谷村内の珍しいものを皆さんに後で動画を交えてご紹介いたします。やっぱりね、春となると新緑の本当に春というイメージなんですが、この春はやはりいろんな草花がこのね、芽吹いてくるということで、楽しみなものがたくさん見ることができますね。ぜひ皆さん読谷村内で珍しい、これはぜひ来て取材してほしいというものがありましたら、ぜひご紹介ください。さあ続いての話題です。昔ながらの遊びに挑戦、今日はね離島の話題が続きます。久米島の話題です。劉備の里、児童と住民が交流。福島県から10日間の予定で久米島に第70次保養で訪れている沖縄劉備の里、小学校中学校43名が3月30日久米島ホタルドームにて西目老人クラブの皆さんと交流をしました。一緒に昔ながらの遊びに、そして親睦を深めたそうです。老人クラブは10名が参加、子どもの頃に親しんだという手作りの竹とんぼの回し方、紙鉄砲などをうまく飛ばす方法などを子どもたちに教えてあげたそうです。最初はうまくできなかった子どもたちもコツをつかむと夢中になって時間を忘れて楽しんだと記事が書かれています。さあこのね、やはり、おじいちゃんおばあちゃんたち、そして子どもたちと一緒に交流するとお互いに元気をもらい合えるような気がします。ぜひ読谷村内でもこういった活動をなさっているところがあったら、ぜひ情報をお寄せください。さあ続いてはイベント情報をご紹介いたします。今日ご紹介する内容、現在今週の4月16日、いよいよもうあと数日で終了となります。息を呑む繊細美、切り絵アート展の話題です。究極の神業、沖縄初登場。日本を代表する切り絵作家11人が見せる繊細で美しく、そして個性あふれる作品をぜひご覧ください。浦添市美術館で4月16日日曜日まで開催中です。
ぜひね、こちら読谷村出身の方もいらっしゃるということですから、ぜひ一度見に行かれてみてください。以上、イベント情報でした。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆうかん TV、 いやさあさあ、ゆうかん読みラジ。さあ、今日の話題です。さあ、今私の後ろに素敵なね、木目調の店内ありますが、さあ、ここ今日皆さんにご紹介するところは島野菜料理とカレーの店デチビカ。さあ、ここってとっても有名なの皆さんご存知でしょうか。無添加のね、そして食材などにもすごく吟味された心のこもった美味しい料理で、一度食べると飽きずに何度も行きたくなる、そんなお店だそうです。さあ、それでは早速 VTR スタート。私は今、読谷村の古源にあります素敵なお店に足を運んでおります。早速お声を聞いていきたいと思います。こんにちは、自己紹介お願いします。はい、こんにちは、デチビカの畠山です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そんな素敵なお店なんですけども、はい、どういった商品とかが、はいはい、こちらでは食べれたりするんですか。はい、基本的にはカレー屋なので。カレー屋さん、はい、はい、普通のでもカレー屋とちょっと違うところが、うん、島野菜がいっぱい食べれるということと、はいはい、やっぱ添加物とかなしで、うん、体に優しい素材を選んで作っています。あとはアジアンフードとか焼き菓子もちょっと作りますので、はいはい、先ほどカレーセットでいいんですかね、はい、たくさんの本当に野菜が、具材が載ってたんですけども、はい、やっぱりそういったのもこだわりの一つなんですかね。そうですね、なんか自分が野菜が好きなので、はい、っていうのと、お得意さんが野菜が好きな方が多くて、はい、ご要望にお応えしてたら、ああいう面倒くさい形ちなみにカレーセットはお値段いくらで。はい、さっきの、イエローチキンとアボカドのカレーのセットですと、はい、1030円なんですけど、種類によっては1080円だったり1130円になったりします、はい、またこのカレー以外にも何かこだわりのまた、お店のおすすめの商品ってあったりするんですか。はい、今の時期ですと、このシーミーのシーズンなので、こう、はい、オードブルをよくご注文いただくんですけど、はい、慣れ親しんだ伝統的なオードブルとは違って、インド料理とか、はい、エスニック料理いろいろ入れてるので、はい、ちょっと変わったのがお好きな方にはおすすめです。はい、あとは焼き菓子も乳製品、はい、卵を不使用で作ってますので、はい、アレルギーの方とかには、はい、おすすめできます、ね。はい、どういったお客さんとかが多かったりしますか。はい、ですね、なんか平日の方が混むお店で、はい、多分この辺中部で働いてる方の昼休みに使われることが多くて、はい、あ、そうなんですね。はい、学校の先生もいらっしゃいますし、はいはいはい、基地の方もいらっしゃいますし、うん、どこにお勤めなのかなっていう方が結構、はい、こんなにこの辺にお勤めの方いるんだっていうぐらいばっかりで、はい、あとは地元の主婦の方とか、うん、ちょっと悲しいのがカレーだからなのか、観光客の方があんまり、はい、いらっしゃらないので、はい、まあ、夏とかはちょっと多いですけど、うん、もうちょっと観光客の方を呼びたいな、はい、もうちょっと来てほしいということで、はい、最後になりますが、お店の場所、そして営業時間、お問い合わせ先ご紹介お願いいたします。はい、場所はですね、読谷村の古源にあるファミリーマートさんの近くで、隣なんですけど、住所が古源648-1リバーサイドマンションの1階になります。で、問い合わせ先でしたっけ、はい、電話番号が 098-957-0111 です。はい、それでは最後になりますが、ラジオお聞きの皆さん、はい、そして映像をご覧になっている皆さんに一言コメントいただいてもよろしいですか。はい、お野菜がお好きな方はがっかりさせない自信がありますので、どうぞいらしてください。はい、今日は読谷村の古源にお店を構えます、デチビカさんにお邪魔いたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、
もう本当にね、店内の雰囲気にぴったりな奥様ですね。癒し系の、ね、奥様でしたけれども、とてもね、あのリピーターの方が多いとはね、よく噂で聞くんですけれども、きっと、ここにね行ったことのあるという方は、もう皆さんもね、このきっとテイクアウトでお菓子などもね買って帰られる方も多いんじゃないかと思います。ぜひまだ行ったことない方はぜひ一度行かれてみてください。今日は、レチビカさんご紹介いたしました。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時、紫村サテライトスタジオから生放送でお届けいたします。明日もお楽しみに。ゆーかん TV FM 読谷インフォメーション、今日の話題です。新番組紅豚と戸口ビーチ。さあ、皆さんもご存知かと思います。毎週火曜日夜7時放送の紅豚と戸口ビーチ。さあ、頑丈ファームさんのね、ご紹介をしている番組なんですが、ね、紅豚を美味しく食べられるお店有名ですよね。さあ、どんな番組内容なのか、パーソナリティのこの方からご紹介いただきます。 VTR スタート。皆さんこんばんは。はじめまして、毎週火曜日7時から紅豚と戸口ビーチという番組を始めます。MC の富山と無口な DJ 中村です。よろしくお願いします。紅豚とね、戸口ビーチは、岩獣ファーム、ね、紅豚を扱っている会社のが冠番組の番組です。レストランの情報とか戸口ビーチの情報、ね、またそういうのを、サザンオールスターズのね、曲の合間に、どん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 皆さんに紹介していきたいと思いますので、ぜひこの、夕暮れの時間ゆっくりね、音楽と情報番組を楽しんでください。富山と中村です。よろしくお願いします。はい、美味しい情報満載の、紅豚と戸口ビーチ、ぜひね、毎週火曜日の夜7時、ご覧になられてください。またね、ラジオとユーストリームで配信していますのでお聞きください。さあ、続いての話題です。おめでたいからこそ目立ちたい第7回新日映画祭本選のご紹介です。今年で7回目を迎える新日映画祭、4月29日土曜日、沖縄ザンパ岬ロイヤルホテル2階ロイヤルホールにて開催されます。時間は受付12時、そして12時30分上映スタートとなります。前入券は食事付きで2500円。4月29日といえばゴールデンウィークちょうどスタートの日なんですけれども、ぜひ今のうちから皆さんで家族、そしてご友人、そしてね、また結婚予定している皆さん、また映像予期を作ろうと思っている皆さんたちもぜひね、一度来てみてはいかがでしょうか。きっと感動ももちろんなんですが、参考になる作品たくさんだと思います。現在 FM 読谷にてチケット発売中です。詳しいお問い合わせは新日映画祭実行委員会958-7862までお願いいたします。以上、 FM 読谷インフォメーションでした。ゆーかん TV まだまだ続くとん。続いてはとことん読みとん知っとこ読みたんです。最初の話題です。学校情報から。嘉手納高校対面式、部活動の紹介です。さあ、いよいよね、4月スタートとなりました。さあ、今年はどんな部活に入ろうか、そう思っている子どもたちもたくさんいると思います。兄弟などがいると気軽に、意外とお兄ちゃんやお姉ちゃんのね、そのまま部活を習ったりすると思うんですけれども、先輩たちの姿を見て、そして皆さんぜひ部活に入ってみませんか。嘉手納高校の対面式、そして部活の紹介が4月14日金曜日、5時間目6時間目にありますので、ぜひ皆さん、スポーツ頑張ってくださいね。さあ、続いての話題です。行政情報。乳幼児健診日程のご案内です。さあ、日程のご案内。乳児一般健診は4月15日土曜日、対象は平成28年11月生まれの前期、平成28年6月生まれの後期、そして2歳児健康広場実施日は4月14日金曜日、対象者は平成27年1月生まれとなっています。お問い合わせは読谷村役場健康推進課982-9211までお願いいたします。
さあ続いては村内情報です。今日ご紹介する内容、さあ私の後ろにすごく何かなと思う方もいらっしゃると思うんですが、実はこれ季節の便りということで翡翠カズラご紹介いたします。さあこの翡翠カズラ、ね、皆さんもね見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、今なんと沖縄県内で噂が流れていて、あのボーカロイドで有名な初音ミクさんに似ていると、女性の方々にもかなり人気なんだそうです。さあこれがなんと読谷村内の高志穂で見れるそうです。さあ早速私たち取材にお邪魔してまいりました。 VTR スタート。松田正治理長便ゆたしくうにげさびら、今日はわざわざ FM 読谷からこの翡翠カズラをぜひ、見たいということでお越しいただいてありがとうございます。花の見頃というのが4月の上旬から5月の中旬あたりぐらいまでなのかなと、これちょいちょい地方新聞のタイムス新報あたりもよく他の地域での開花状況もありますけど、この翡翠カズラというのはフィリピン原産でですね、このまず花の色自体がそんなにない色なんですよね。他の植物のまず取ってみたら段でもこういうのは少ないし、一年生草の草花でもこの色というのは少ないんですよ。そういうことで非常に珍しいということで、みんなが気品差があるとか見たことのない花びらの色だなということで、みんな見て喜んで帰っていく。で植物すべてそうだと思うんだが、やっぱり生物ですか、お互い人間も生物ですから、やっぱり一定程度の肥料も与えて、気配り目配りしながら効果が出てるなということで、思って、また今後はずっと継続していきたいと思っています。さあね、あの映像の中でもこうポツッポツッとこうね、花びらが落ちている、そういったのもね映像で映っていましたけれども、4月13日のまたこれ はお花なんですね、誕生花で、これはまたあの誕生の言葉が私を忘れないでという、そういう花言葉があるそうです。さあ私を忘れないでというのにぴったりな方もいらっしゃるのではないでしょうか。思い当たる方はぜひ、この翡翠カズラ探しに行ってみてはいかがでしょうか。コバルトブルーの美しいお花、今日は翡翠カズラをご紹介いたしました。このコーナーでは皆さんからの動画メッセージ、うちにもこんな珍しい花があるよ、来ておい、来てみてっていう方はね、ぜひメール送ってください。またお電話でも募集しています。メールアドレス FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp となっています。以上、とことんよみとん、しっとこよみたんでした。ゆーかん TV。 さあお届けしておりますゆーかん TV。 さあこの時期ぐらいからまた夕日が綺麗な季節となりますね。楽しみです。ぜひまたね、皆さんお時間がある方はカメラを持って読谷村の方にいらしてくださいね。さあ続いては読谷交通情報です。国道58号レオンカメラの様子です。さあこの後上下線ともに車が大変混雑してまいります。先ほど夕方の5時45分読谷交通情報、詳しく皆さんにご紹介いたしましたが、これから帰宅ラッシュの時間と重なります。また買い物にお出かけになる皆さんも多くなる時間となりますので、皆さん安全に走行ください。続いてラジオでも放送しています。平日朝7時30分から夕方5時45分からお届けしています。以上、読谷交通情報でした。ゆーかん TV。 みんなのお天気希望。さあみんなのお天気希望のコーナーです。明日の希望する皆さんの天気何でしょうか。最近はたまった洗濯物も少しずつ乾いて気持ちいい青空がもう私も楽しみになってきてますけれども、明日の天気何でしょうね。さあそれでは早速 VTR スタート。皆さんこんにちは。嘉手納警察署生活安全課少年係少年保護職員をしています伊波と言います。明日の天気は晴れがいいです。それはなぜかというと、私は外を歩くのが好きなので、晴れてくれないと外を歩けないからです。
明日からも頑張って運動がてらに歩きたいと思います。なので明日晴れてください。よろしくお願いします。以上です。ね、この季節は歩くの最高かもしれませんね。私も最近ね、ウォーキングをまた復活しようと思ったんですけども、やっぱりやめました。でもね、これからは季節がとっても気持ちがいい時期なので、私も頑張ってまたウォーキング復活しようと思います。皆さんもぜひ一緒にしましょう。さあ、続いては天気予報です。本日夕方5時、沖縄気象台発表天気予報。まず天気概況からです。本島地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。先島諸島と大東島地方は湿った空気の影響で曇っています。続いて中南部のお天気です。北東の風やや強く、後北の風、東の風晴れ、波は2メートル、後 1.5 メートルの高さとなっています。続いて今夜から明日の天気です。今夜も明日も晴れマークがにっこり出ています。洗濯物もねバッチリですよ。降水確率は 0% です。そして明日はね、日中の最高気温が24度ということで、まあ、春の陽気としては最高の気温になるのではないでしょうか。最後に読谷村に出ている注意報警報です。現在波浪注意報が出ています。以上、天気予報でした。夕刊TV。さあ、お届けしてまいりました夕刊TV。明日私がちょっとお休みをいただきますため、明日は皆さんの大好きなまさやさんが出演しますよ。皆さんね、まさやさんに会いたかった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますので、明日の6時は皆さんぜひ夕刊 TV ご覧くださいね。さあ、お届けしてまいりました夕刊 TV。 明日もまたこの時間にお会いいたしましょう。それでは皆さん、また明日。プレゼンティッドバイウィンズ池原建設。嬉しいこといろいろ、楽しいこと山ほど、ばっかりでもないけど、生きていけばいくほど、人は知れば知るほど、人は好きになるのよ。そんなメールにもな、とくらなるほど、大げさなことじゃなくていいんだね。毎日通う道にかかる虹、同じ時を過ごし、同じ空見て、同じニュースで涙を流してたな。僕らのレディオよ響け、晴れの日にも別れの時にも、いつもこの音聞こえたら笑顔になれるのだから。涙がこぼれた日も、間違いただせずいた日も、光を灯せば聞こえてくるよ。始まってた僕らの未来。雨が降る日も晴れる日も、歩いて行こう。あなたと We'll be right back.